皆さんこんにちは。今回は後手番でやっていきます。三三角か、三三角型空中戦法、得意戦法ということで、まあ横歩どりですね。横歩どりが得意な方ということで、なんですけど、あ、よかった。あー出た戻るやつ時間戻るやつ。これほんと、戻るってなる。<laughs> 語彙力。語彙力ゼロ。語彙力ゼロの会話。 してしまったんですけれどもうーんどうかなまぁ、あ、ここでフーまぁ、あ、フから横フドリそうですよねその時にどうするかまあいってゾンカクガーリきますかいってゾンカクガーさせていただきましょうかね金上がって風ーついていきましょうちょっと横フドリー苦手まぁ、あ、横フドリしちゃおうかな 横歩取りの中で4五角4五角やっちゃいます ?4 五角やっちゃいますかちょっとあいつ3三,三角型ではない違う横歩取りに持ち込むことでパニックに追い込もうとそういう作戦なんですけどもちょっとこっちの方がパニックになるかもしれない <laughs> 4五角な正直詳しくないって。 状態でやるとあんまり良くない戦法なんですけど自分はそんなに詳しくないとなぜやるのかとそういう感じなんですけどいやー行きますか行っちゃいますか行っちゃいましょう行っちゃって、まあ、たまにはこういう横歩取りの乱戦も刺していきたい落とし頃なんで,でこれ一応歩打つのが 手筋ですねこれはなんか後々飛車回ってこう引いて自陣に帰りにくくするって意味ですね銅銀って取らせることでこう帰れないみたいなあれなんか間違った <laughs> あれなんか間違あれああ <laughs> あれ風同銀で書くじゃないのいや合ってますよねだからこれ不成りでいいってことですよね多分。 パニック, <laughs> パニックええー、ちょっと待ってええー、歩成りでいいよなさすがにまあ競馬取られるけどさっこっちは銀まで取れるんでまあただ相手の方としては銀取られるけどこっち相手の方だけ飛車慣れてるんでまあいいでしょうっていうことなんですけどこれは同銀以外見たことなかったんでつまりは同銀以外はこっちがいいはずという信念のもとさせていきましょう。 ここで歩がなれないならそもそも風なんて手は成立しないのでこれは歩をなる一手なはずなんか手を読んでるっていうよりかはなんか定石からなんか逆算じゃないけどそんな風に考えてこれしかないんじゃないかと妄想していくまあ銀取りますかただ同金のここですよねここでどうするかそれは結構問題で あーなんか筋としてはな桂ませて豆腐に角とかあるけど龍金両取りまあそれ龍引かれたら受かんのか受かるんじゃあ論がいいですねええー、どうしよう飛車回ったら銀飛車回りたいけど同流あと角の大手飛車の筋もあるからここに回るのは相当うまくいかなさそうええー、これで悪いって言われるのはちょっとなーそれはやってないんですよー <laughs> それはや同期ならまあ飛車になってそれは勝てそうな気がするけど角打ったらどうなんやろ龍引いてきてあと角は取って角なった時に歩とかもちょっと気になるけどまあ金取って飛車取って銀取ってがまた竜取りなんでまあなんとかしてほしいですけどね。 なんとかしてしいの何とかするのは自分なんですけどなんとかなるような気がするんですけどね。だから角には龍なんかなでそこで角なり同金飛車なりって突破しようとするのは同竜で龍が守りに効いてるのでダメっていう感じでただまあ角に龍なら龍引いてもらえるんでっていうのはあるけど軽打ちの両取りが残ってるからちょっと忙しい。 いやーもうやめてよ。<laughs> こういう、こういう謎の展開するの困る。まあ角打つか。まあでも引かれた時がわからんな。やっぱり。引かれてこっち何もなければいいというか、その経打ち、うわーもう怖い。<laughs> 怖いんですけど。怖いんですけど。いやーそんな手あんのいやーまあ。 なんか手筋といえば手筋やけどここで飛んでくると思ってなかった全くこう視覚外からの視覚外からの攻撃同金は取るってことですねいやこれでも逃げたらどうするんやろう逃げたらどうするっていうことなんやろうそこで竜とか引くとまあ角ボロなんでいやー怖いなでも逃げんの取って取って敬愛銀 いやーそれかか逃げるかでも逃げた時に何かないとこれは絶対売ってこないと思うんですよねだから逃げた時に何かがあるはずなんですけどなんかそのパッとした手が分かんない角成りぐらいなんかなーまあ逃げるかいや怖すぎノータイムノータイムでもなかったかいやーそういう感じなんまあこれは取るしかない まあ軽打ちぐらいがパッと見ですけどねどう馬に。何か悪くない気がするけど気のせいこれは私の気のせいですかなんか玉を囲えたのがでかい気がしててそのさっきこう飛車回ったら角の大手飛車みたいな話してたんですけどそういうのを気にしなくてよくなったしあとシンプルにこの戦場からちょっと遠ざかってるし。 いや、同馬じゃないの、怖い。同 <laughs> 馬じゃないの。ちょ怖いんですけど。この間は怖いんですけど。いや、時間戻るんですけど。<laughs> 時間戻ってるんですけど。間が怖いと思ったら、これノータイムでしたね。うーん。まあ、こっちは、そうですね、ここ。 まあ香車気になるところではあるけど一回飛車回って金取りで逃げれるっていうのはあるまあただそこで銀とかで受けられてまた飛車取りになっちゃうんでどうかって話ただまあ香車嫌やけどそれを受けるただけのために飛車引くとかはちょっとうーんぬるすぎる気がするんでもう強者食らうのは仕方ないような気がしてるんですけどいかがでしょうかそれよりもなんか攻めて。 なんか強者を打たれたら飛車寄って銀上がったら同飛車なりでも攻めていって勝ちみたいなプランの方がが私いいような気がしてますまあ筋は桂馬打ってこれ変なとこに金が逃げると飛車打ち込みやすくなるんで多分ここに逃げて飛車の打ち込みを防いでくるんですけど歩を打って同金なら飛車打ちが大手強取りみたいな。 ケイマ打って気に逃げてフー打った時がぬるいんでそこで反撃みたいなのが気になるけどまあしょうがないかないややっぱこの戦型怖いわうんそう十切10キレとかでやっていい将棋じゃない,いそうでもないんかなむしろ短い将棋の方が勢いで勢いでいけるっていう説はあるあそういえばなんか時間の使い方を 話してほしいみたいなコメントを頂い,いたのでちょっと話していこうと思うんですけどうわでちょ話せないてきた <laughs>。話せないてきたえ。え金取ったら勝ちじゃないさすがにえ。え堂々と来られると怖い現象。堂々と来られると怖い現象なんですけど金取って金とこの金取った手が何でもないんで。 飛車打ちとか痛そうですけどね頭金見せてうーん金取ってまあこれなんか横振取りというかまあいろんな戦型でこの金銀ここ狙われることあるんですけどなんかこれ受けるとかえって攻め早くなることあるんでここを見捨ててその間に攻めるっていうのはよく出てきますねだからここもなんか下手に封とか打つと同胸なりで。 同期に馬で銀取られてこの玉のコビ狙われて次に角打ちの飛車と角成りの両狙いとかされて攻めが速くなるんでここは手抜きたいところだから取るんじゃないかな。でまあ時間の使い方なんですけど自分そんなにはっきり意識してるわけじゃないんですけどまあなんか大体のイメージで言うとまあ10切れならなんか序盤2分中盤5分終盤3分みたいなそんぐらいのイメージですね。 うん、やっぱ中盤が一番ちょっと待ってちょっと <laughs> ちょっとそれは困る <laughs> それは困るんですけどあの帰ってきていただけないあーああありがとうございますしかもうまちょっと待って難しいまあ、でも時間はそんな感じですね序盤2分やっぱ中盤が一番 差し手数的にも長いからやっぱり時間使うっていうのとまああと一番ややこしいところでもあるんで使うイメージですね。終盤はまあ3分ぐらいでまあなんとかできればまあ本当は終盤にできるだけ時間残ってるのが一番いいんですけどまあでもやっぱりイメージとしてはそんぐらいですかね中盤で悪くなっちゃったら終盤どんだけ時間あってもやっぱ勝てないんで。 あのー、まあそうですねえっ、ー、と序盤2歩まあ序盤2歩ってえー、なん <laughs> むむずいあ今の詰めろやったんかな読んでなかったけど、まあ、角入ったら詰めろかしちゃうって逃げて角でうーん今角と手が詰めろでしたねた相手の方こう馬で金と手が何か誤算があったような気がするでまあこっちとしてはえっ、ー、とこの瞬間に寄せ切れば 大丈夫なのでをければ勝てそう、まあ、正直詰めろじゃなくても何か指してもその次に詰めろとかでも勝てそう恥ずかしながら僕何手すきとかいう概念がよく分かってないんですけど詰めろかかるまでですかねそれで言ったら2手すきっていうことなんかななんかあんま何手すきを使わないんですよね自分。 使った方がいいんでしょうか詰めろはめちゃめちゃ使うけどなんか何手すきっていうのがあんまり使ってないでもなんか乾燥線で「これなんてすきですよね?」っていうのもあんまり言われたことないようなイメージなんでなんか使ってる人あんまり多くないんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどそういうもんでもない <laughs> 実は実は気を使われてるだけみたいなこいつなんてすき分かってないなみたいな うーん成り系寄りますかシンプルにまあこれは勝ったでしょうフラグこれは勝ったでしょうフラグまあこっちの玉が銀取ってあと1手攻められて詰めろかかるかどうかぐらいなんですけどまあそれぐらいこっち余裕あるんですけど相手の方の玉はもうすぐ金打ちで詰めろかかってる状態なんで危険度が全然違うとあと攻め駒が豊富にあるんで うん、これは普通はまあそうですね時間の話に戻るとまあ最初序盤2分って言ったんですけど序盤まあ2分ですけどまあもうちょっと飛ばせると嬉しいなっていう感じはありますね。知ってる戦型とかだとまあほんと30秒とかそれ未満とかでさせることもあるんですけどまあなんか力戦とか。 そういうの含めるとまあなんかまあ大体2分ぐらいのイメージが自分の中にはありますかね。2分でちょっと使いすぎかな。まあどうかなっていうぐらいの感覚ですね。とかそんなこと言ってたら1分なんや。なんか相手の方6分持ってると自分もそれぐらい持ってる感覚に陥っちゃうんですけどこれはまあなりき引いて。 大手ですね同金は飛車で王様取れるんで逃げるか合駒ですけどまあ、取ってこれ同金で取れないのが大きそうですね同金は飛車なりで銀取れるんでまあでも同玉でややこしいかまあどっかで冷静に飛車逃げても全然いいんですけど同玉なら角打って寄せれればまあ話は一番早い。角って逃げて飛車なりとかで次金打ちからの積み狙うぐらいでどうかなー。 同金は飛車なりそれは必死ですね。あ、これは必死じゃないかな、さすがに。あ、筆。あ、全然必死じゃないかも。<laughs> 必死とは。必死とは。全然必死ちゃうやん。え、ちょっと待って、焦るな。まあ、銀でいっか。これがさすがに詰めろなので、竜取られても、詰みですね。金取って同玉角で。 逃げて金打って同玉飛車なりっていう筋があってこれは罪ですねいやなんかこの将棋なんか怖かったなまあちょっとなんかいろいろ難しいとこがあったんでソフト見るのが結構楽しみなんですけど個人的には <laughs> 対局中にソフト見るのが楽しみなんですけどっていうこうなかなかヤバそうな発言になったような気もするけど完走戦ですね完走戦で ソフトでチェックするのは楽しみなんですけど、これは積でこっちは金打ちですね。でここは飛車なりで積ですね、積ですね。逃げるしかないんですけど、金打ってここ,こに呼びき出して飛車なれば、あとは逃げるしかなくて龍で積なのでこっちの勝ちだわ <laughs> えー。えさっき戻ってきてくれたのは、さっき戻ってきてくれたのは、<laughs> さっき戻ってきてくれたのは何やったんですか。 ああなるほど <laughs> もう難しい難しいよ通信不調っていう言葉はあの切れてから考えよううんてか切れ,切れた後に考えてもしょうがないしまあ考えることではないかこれは罪ですね合駒は効かないんで同流で向こうなんでそうなると逃げ場所ここしかないんですけど 玉、ね、上がりそうですけど同くなりがあるので大丈夫ですね。乾燥していきますというわけでこの感想戦なんですけども今回はポイント3つでいきたいと思います。まあ、1つ目は定石に関するところで2つ目は形勢が大きく入れ替わったところで、まあ、3つ目がちょっと自分握手あったのでそこをっていう感じですね。1つ目のポイントがここでフ、まあ、を打つのがこの4五角戦法を狙う時の定石で。 まあこれは一応こう譜を打たずに角をここに打つと飛車を回られてで飛車なり狙われてまあ受けるんですけど飛車引いてこの4合角先法はここに角なる手を狙ってるんですけど飛車をここに引かれちゃうと同金で飛車で銀取っても同飛車があるっていうのがこちらとしては嫌ですね。なのでここに歩を打って同銀と取らせることで ま先ほどの飛車をここに引けなくしてるっていうのがこの負の意味なんですけども、まそれでもこの負に対しては銅銀って取るのがま9割9割以上圧倒的にこれが同銀が多いんですけどここで相手の方が変化してきましたね。えっと飛車回ってきてでまあこの変化してきたのがま形式的にはどうかっていうことなんですけどま互角でしたねなんか難しい将棋みたいで負をなっていけば結構難しい将棋みたいです。 っていうののがまあ一つ目のポイントですねこれ難しい将棋なんですね。うんちょっとこっちまあまあまあうーんなんかこっちがこっちにプラスになってたけど、まあ、そんなにいいわけじゃないんで本当合格って感じだったんでうんなんか有利とかなっててもおかしくないかなと思ってたんですけどそうでもないみたいですね。で桂馬取って進んでいったんですけど。 えっと、銀とて同金で、ここですね。自分の握手は。あ、自分の握手じゃない。あ、自分の。うん。あ、自分の握手じゃない。<laughs> ここじゃない。角打って、えっと角って逃げて角なり。ここが。えっと、すごい大きいポイントで、本譜、これ龍取れたんですけど、これでこっちが良くなりましたね。うん。やっぱり飛車取れたのが大きかったみたいで、ここで。 形勢が大きく入れ替わってこの辺りでこちらが小戦になってましたまあ小戦まで行くのかっていう感じだったんですけどまあやっぱり玉が安全になったのがもう結構大きいですかね玉安全に一つ由取れたんでまあそれが結構大きかったのかなと思いますまあ今のが2つ目のポイントですね形成が入れ替わった局面で同馬にえっ、ー、とここですねここが3つ目のポイントでまあ自分がちょっと握手をさしてしまったっていうところで えとこの局面は2,000点ぐらいこっちがいいんですけどこの手がちょっと1,000点ぐらい損する手で大悪手でしたね。いやこれ対局中全く気づいてなかったんですけどこれ歩打てましたねなんか2歩やと思ってかなんか全然考えてなかったうーん横歩ドリ差し慣れてない感がすごいんですけどなんかここの歩が切れることってあんまないんでここに歩打てることってないんですよね。 ただ横歩取りはまあ取られるんでここに歩が打てるっていうだから指し,たし慣れてる方だとパッとこういう歩は見えそうまあこの局面こう飛車使いたいんですけどこの金がつ強くて打ち場所がないんですよねだからこの金をいじめてどうにか飛車の打ち場所を作りたいっていう局面なんですけどまあだから桂馬打ってその金をいじめに行ったんですけどまあ歩でいじめれるなら歩でいじめた方がいいよねって話ですね これ結構に逃げ場所困っててここ逃げるとこう飛車打って金と馬の両取りがかかるんで厳しいですね。でまあ同金は飛車打ちが王手馬取りですし金よりも飛車打ちが、まあ、馬取りとふなりの攻めを狙って厳しいのでこっちがいいですね。ふーよな <laughs> ふー使えるもんだって。あと桂馬のひどい桂馬ひどいというか 桂馬だと金寄られてさっき風だとここに飛車打ってこう金と馬の両取りかけれたんですけどそれがないのもこう桂馬の痛いところですね。だからまあここはちょっと悪手でしたっていうのがまあ3つ目のポイントですね。まあただ一回本譜はこう金をボロッと取れて結構相手の肩の玉が一気に危なくなったのでこの辺りでまた小せになってまあ以下はまあそんなに悪い手もなくまあ厳密には最善ではないところ結構あると思うんですけど。 まあまあまあそんなに大きく崩れることはなくまあ最後は詰みまで持っていけたかなっていう感じですねうんまあこれはいか逃げるしかないんですけども由を回ったり、まあ、頭金でもまあ最後いろいろ詰まし方あるんですけどもえー、と後手玉は詰みでえー、後手玉じゃないか先手玉相手の方の玉は詰みでこちらの勝ちになりました実戦で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています また右四間飛車の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。